初めてのベーズ統計。PyMC3 コラボ。今回はセクション3になります。それではまずセクション3の概要から始めていきます。前回のセクションには確率統計の基礎でしたね。この内容を踏まえた上で、今回はセクション3、ベーズ統計の基礎となります。ベーズ統計について基礎的なことを学んでいく、そういった内容になっています。 今回の内容はこちらの通りですね。まずはセクション3の概要です。次にベーズ統計の一番の基礎となるベーズの定理について解説します。その上で、最優推定という概念についてここで説明します。Python のコードを書いて、誘度が最も高くなるように分布のパラメータを調整する最優推定について、ここでイメージをつかんでいただきます。その上で、ベーズ統計用のライブラリ、 PyMC3 の基礎をここで解説したいと思います。最後に演習があります。こういった流れでベーズ統計の基礎を解説していく、そういった回になります。それでは今回使用する教材を紹介します。まずはいつも使っている Python の基礎のフォルダですね。Python Basic のフォルダの中に Python の基礎を解説するノートブックが4つ入っています。そして今回セクション3の教材ですがこちらですね。 01ベイズセオレムから04エクササイズまで4つの教材があります。それではその教材を見ていきましょう。こちらは GitHub の私のレポジトリベージアンスタティスティクスの中のフォルダですね。このセクション3が今回の教材になります。セクション3のフォルダの中に01から04までの教材がありますね。すべて Google コラボのノートブックとなっています。 一つ開いてみましょう。01ベイズセオレムですね。このノートブックですが、一番上にオープンインコラボのボタンがあります。ここをクリックすると、Google コラボが立ち上がって、このノートブックは開きます。後ほどこのノートブックを使って、ベイズの定理について学んでいくことになります。このような教材が今回は4つあることになります。はい。それでは今回の教材の紹介はこれぐらいにしておきますね。 それではここで前回のセクション2の編集の回答について解説していきたいと思います。レポジトリのセクション2の06エクササイズを開いてください。セクション2の06エクササイズですね。オープンインコラボをクリックして、コラボを立ち上げてノートブックを開きます。私の方にはすでに開いたノートブックがあります。 前回の演習ですが、相関係数を計算するコードを何倍が用意した関数を使わずに自分で実装するということでした。それでは回答例の方を見ていきましょう。書くべきところは11行目と12行目ですね。11行目ですが、共分散を計算するコードを書くという箇所でした。x から平均値を引いて、y から平均値を引いて、 そして掛け合わせます。その上で平均値を取ってやる計算により、共分散を求めることができます。その上で相関係数を計算します。この共分散を割ってやることになります。その際の分母が、X の標準偏差と Y の標準偏差を掛け合わせたものですね。それで共分散を割ってやることで、相関係数を計算することができます。 こちらのセルのコードを実行すると、このような結果を得ることができます。相関係数ですが、コリレーションコエシテント関数、ナンパイを持っているコリレーションコエシテント関数を使って、このように行列の形で求めることもできます。これと自前で計算した結果を比較してみましょう。このナンパイの計算結果は、右上と左下に相関係数があります。 自前で計算した相関係数と比較して同じ値になっていますね。自前で相関係数を計算することができたことになります。はい。皆さんの方で相関係数を計算するコードの方を書けましたでしょうか平均値の概念であるとか、あるいは分散、そして標準偏差の概念が理解できていないと書けないコードですね。 ぜひ、あの、ここまでの概念が正しく理解できるかどうか、それをチェックする上で、こちらのコードを書けるようになってください。はい。それでは、前回の回答例の解説については、これぐらいにしておきます。次に行きましょう。はい。それでは、ここからはベイズの定理について解説します。こちらのノートブックを開きましょう。01ベイズセオレムというノートブックになります。 セクション3の01ベイズセオレムですね。こちらをクリックして開きましょう。オープンインコラボボタンがありますので、これをクリックして Google コラボを立ち上げてノートブックを開きましょう。私の方にはすでに開いたノートブックがあります。こちらのノートブックを使ってベイズの定理について解説していきます。 はい。それではここからは様々な分野のデータ解析に利用されるとても有用な概念、ベイズの定理を条件付き確率という概念をベースに解説していきます。ベイズの定理を理解するためには、まず条件付き確率を理解しないといけないんですね。これについてまずは解説していきます。条件付き確率とは何か解説していきますので、こちらのセルにご注目ください。 なお、以前にあとラテックのところで解説しましたが、ダブルクリックすれば、数式を書くためのラテックのコードを見ることができます。条件付き確率についてですが、ある出来事 B が起きたという条件のもとで、別の出来事 A が起きる確率、これを条件付き確率というんですね。そしてこの条件付き確率ですが、この式で表されます。P と書いて、 カッコを書きます。そしてその中に A と B がこのバーで分けられていますね。P カッコ A バー B と書いて条件付き確率になります。B が起きたという条件の下での A が起きる確率ですね。この条件付き確率、どのようにして求めるかといいますと、こちらの式で求めることができます。これを式1という番号をつけておきます。条件付き確率 PA バー B は、 分母が PB で分子が A、CAPB ですね。この PA、CAPB ですが、これは A と B が同時に起きる確率になります。そして分母の PB ですが、これは B が起きる確率ですね。これはどういうことかといいますと、B の中で A が起きたものの割合と解釈することができます。 b の中で a と b が同時に起きたものの割合が条件付き確率になるんですね。このようにして、ある条件のもとで別のことが起きる確率が条件付き確率になります。そして、それを求めるためには式1を使えばいいということになります。 言葉で書いた方が分かりやすいかもしれないですね。B の中で A が起きたものの割合、すなわち B が起きたという条件で A が起きる確率、それが条件付き確率になるわけです。ただ、ここまで式を見てきても、ちょっとイメージが付きづらいかもしれませんので、例を見ていきましょう。条件付き確率の例を見ていきます。袋の中に白い玉と赤い玉が10個ずつ入っているというケースを考えます。 そしてこの白い玉のうち6つには0という数字が、4つには1という数字が書かれています。赤い玉のうち4つには0という数字が、6つには1という数字が書かれています。この袋から玉を1つ取り出します。玉を1つ取り出しました。そしたらそれは白い玉でした。この白い玉の番号が0である確率を求めてみましょう。 まさに条件付き確率ですね。白い玉であるということが起きました。白い玉を取ったという出来事が起きた上で、えー、その上で0である確率、その番号が0である確率を求める、まさに条件付き確率になります。玉の色はすでに白と分かっていますね。なので、えー、条件付き確率を計算する際は、このことを考慮する必要があります。それでは、先ほどの式1を使うために、 A と B を設定しましょう。まず A ですね。A は番号が0であるという出来事。B は白い玉であるという出来事ですね。式1を使ってみます。式1を使って条件付き確率を求めていきましょう。こちらの式は先ほどの式1そのものですね。そしてこの場合の分母の PB は白い玉である確率ですね。白い玉である確率は 玉の数が全部で20個で、白い玉は10個なので、20分の10で2分の1となります。そして、この式位置の右辺の分子、PA キャップ B ですが、袋の中に20個の玉があります。そして、白くて番号が0の玉は6個ですね。A と B が同時に起きている玉の数は6個になります。 なので、全部で20個玉があって、そのうち6個が白くて番号が0なので、20分の6ということで、10分の3が PA キャップ B になります。こちらの A と B が同時に起きる確率は10分の3ということになりますね。ここで式1を使います。分子と分母を入れてやります。分子が10分の3で分母が2分の1でしたね。 これを計算すす。ると5分の3になります取り出した球が白である場合、これは B ですね。その番号が0である A ですね。その確率は5分の3となりました。すなわち60%ということになりました。取り出した球が白であると分かった場合、その番号が0である確率は60%ということですね。 ある条件のもとにおける確率が条件付き確率になるわけです。このようなシンプルなケースを例にとると条件付き確率というものが理解しやすいかなと思います。今回扱ったのは比較的シンプルなケースですね。ただ、この条件付き確率というのはより複雑なケースで本領を発揮するようになります。ここまでの計算ですが、 白と分かっているので、白の中でワゴンが0は、えっと、ここだけ見れば明白ですよね。白い玉と分かっているので、6つに0、4つに1ということで、合わせて10のうち6つなので、10分の6、5分の3が、 確率だということは、まあ、その場で計算できるかと思いますが、なぜわざわざこの公式を使って求めるかといいますと、より複雑なケースにおいて、この条件付き確率を適用するためなんですね。特にこの条件付き確率、この後解説するベイズの定理の基礎となります。なので、とりあえずこの数式を把握しておきましょう。条件付き確率のこの公式を把握しておいてください。 はい。それでは以上を踏まえた上で、ベイズの定理について解説します。ベイズの定理ですが、こちらの数式で表されます。セクション1でもこの公式をお見せしましたね。この公式は何をやっているかと言いますと、条件付き確率 PB バー A を PA バー B と PAPB を使って求めています。この条件付き確率 PB バー A これは A が起きた元での B が起きる確率ですね。それをこの3つを使って求めていることになるわけです。そしてここでいくつか用語が出てきます。B が起きる確率 PB ですが、これは事前確率と呼ばれています。また、A が起きたという条件のもとで B が起きる確率 PBA は事後確率と呼ばれます。 すなわちどういうことかと言いますと、ベーズの定理は、事前確率を事後確率に変換する式ということになります。この事後確率 PBA も事前確率 PB も B の確率を表しているには変わりないんですね。ただ、事後確率の場合は、A が起きた元でのという条件付きになっています。この条件付き確率を求めるための公式がベーズの定理になるんですね。 事前確率を事後確率に変換する、その公式がベイズの定理になるわけです。このベイズの定理ですが、P、A バー B は簡単に求まるけど、P、B バー A が求まらない場合、特に役に立つんですね。そのようなケースが多々あります。B が起きた元での A の確率は求まるけど、A が起きた元での B の起きる確率は求まらない。 そのような場合に役に立つんですね。それではこの公式を導出してみましょう。先ほどの式1を再び見てみましょう。この条件付き確率の式ですね。条件付き確率の式をベースに考えていきます。この式1ですが、とりあえず A と B を入れ替えてみます。入れ替えても成り立ちますよね。A と B はこのように順番を入れ替えても成り立ちます。 そして、p a キャップ b は A と B が同時に起きる確率なので、この A と B を入れ替えても変わりません。p a キャップ b は p b キャップ a になります。この時、この式3を式1で割ります。式3の両辺を式1で割ってあります。そうすると、このような形になります。 まず左辺ですが、分母が PA バー分子が PBA になりますね。そして右辺の方は、この PB キャップ A のところが消えて、分母が PA 分子が PB になります。そして両辺に PA バー B をかけてやると、左辺の分母は消えて、右辺の分子に PAB がかけられることになります。 このようにしてベーズの定理を得ることができるんですね。条件付き確率の式を使って簡単にベーズの定理を導出することができます。それではここまでで導出まで解説しました。それではこのベーズの定理をどのように使うことができるのか、その活用例を見ていきましょう。こちらにご注目ください。ベーズの定理を使って ある人が検査により陽性と判定された場合、実際に罹患している可能性は何か計算します。陽性と判定されたんだから、その人は実際に罹患しているに決まってるじゃないかと直感的には思いますよね。だけど違うんです。陽性と判定された場合であっても、実は実際に罹患している可能性というのは低いんですね。それをベーズの定理を使って説明していきましょう。こちらのような病気を考えてみます。 全人類の0.01%が罹患している病気です。そして、検査により、実際に病気に罹患している人が陽性と判定される確率は98%です。そして、罹患していない人が陰性と判定される確率は90%とします。ここで、検査で陽性であることを A1、陰性であることを A2 とします。この時、こちらの式は成り立ちます。 検査は陽性か陰性のどちらかしかないので、えー、と陰性である確率は1から陽性である確率を引いたものになります。この環境をまず念頭に置いてください。その上で実際に罹患していることを B1、罹患していないことを B2 とします。この時同様にこちらの式は成り立ちます。B2 である確率は1から B1 である確率を引いたものになります。 これを踏まえた上で、先ほど式2で表されるベーズの定理を適用してみましょう。ベーズの定理、再びここに書きます。A1 と B1 を使ってベーズの定理を書き直してみます。このような形になります。この時の左辺の P、B1、A1 が陽性と判定された時に実際に罹患している確率になります。この検査で陽性と判定された方は、 実際にはどの程度本当にかかっているのでしょうかそれをベースの定理を使って求めていくことになるわけですね。それでは、この右辺について計算していきましょう。まず PA、PA1-B1 ですね。これは、罹患している人が陽性と判定される確率になります。先ほどの病気の特性のところで解説がありましたね。罹患している人が陽性と判定される確率は、 98%でした。なので、これは0.98としておきます。次は PB1 ですね。右辺の分子の PB1 です。これは病気に罹患している確率です。実際に病気に罹患している確率ですが、全人類の0.01%が罹患しているということで、0.0001となります。あとは分母ですね。PA1 ですが、 陽性と判定される確率になります。なので、罹患していて陽性と判定される確率と、罹患していなくて陽性と判定される確率の1になりますね。なので、こちらの式で求めることができます。PA1 イコール B1 が罹患しているので、罹患していて陽性と判定される確率、条件付き確率で PA1 バー B1 となります。 その上で、罹患している確率なので、PB1 をかけることになります。そして、B2 が罹患していないですね。罹患していなくて、陽性と判定される確率は PA、PA1 バー B2 になります。これに罹患していない確率をかけますので、PB2 をかけることになります。この二つを足して、陽性と判定される確率になるわけですね。PB1 は、 0.0001でしたね。これに、罹患している人が陽性と判定される確率なので、先ほどの0.98をかけます。そして、罹患していない確率は、1から先ほどの0.0001を引けばいいことになります。これは先ほどのこちらの式に従って計算した結果ですね。あとは、罹患していなくて陽性と判定される確率なので、 罹患していない上で陽性と判定される確率なので、1からこちらの0.9なので、ここですね、えー。罹患していない人が陰性と判定される確率、1からこの90%を引くと、1から0.9を引いて、罹患していなくて陽性と判定される確率ですね。これに、 罹患していない可能性 PB2 をかけて 1-0.001×1-0.9 になるわけです。これを計算した結果0.100088となりました。このようにして分母の PA1 を求めることができました。以上により PB1A1 ですが求めることができます。 これらの値を入れていって、実際に計算すると、このような値を得ることができました。0.00097914という値ですね。これは約0.1%程度になります。これは何を意味するかと言いますと、た、えと、ー、え検査に陽性であっても、A1 が陽性ですね。本当に罹患している可能性は0.1%程度であるということがわかります。 A1 のもとで B1 である可能性。えっ、ー、と、陽性という検査結果が出ても、実際に罹患しているのは0.1%程度ということがわかります。陽性と判定されたとしても、あまり心配する必要はなさそうですね。なので、えー、ベーズの定理を活用すれば、例えば実際の、実際の試薬、 病気を判定するための薬の判定の結果がどの程度信頼できるのか、その判定に使うこともできるわけです。このようにベイズの定理を用いたベイズ推定ですが、不確実な出来事を予測するために活用されています。例えば迷惑メールのフィルタであるとか、ニュース記事のカテゴリー分類などにこれまで利用されているんですね。 あの、ベイズ推定についてですけど、まあ、次回以降のセクションで改めて解説していきたいと思います。このようなベイズの定理を用いたベイズ推定は、まあ、様々なところで活用されているということですね。はい。それでは、ベイズの定理についてはこれぐらいにしておきたいと思います。次に行きましょう。